林地球は、日本の統計学者。正四位、君理等、理学博士。統計数理研究所、第七代所長。社会調査、世論調査における、サンプリング方法の確立をはじめ、数量仮論の開発と、その応用で知られる。1990年代以降、データの科学を提唱し、その研究、思想は現在へと引き継がれている。林は、 第6研究部の新設や、施設の増設など、整備と運営に努め、国立大学共同利用機関への改祖転換と、総合研究大学院大学の創設準備に力した。研究活動は44年に及ぶ。業績も国民性の統計的研究、意識の国際比較方法論、動く調査対象の標本調査論など多岐にわたる。 特に質的データに数値を付与するという数量化理論は統計的方法の適用範囲を飛躍的に拡大させた。日本の統計学理論の発展と方法論の開発、学際的研究交流や更新の指導に貢献し、1981年に支持法上、1989年には君に等髄法上を授与された。のぶ、聖四位。 1948年、日本語は漢字が多いために覚えるのが難しく、識字率が上がりにくいために民主化を遅らせているとする、ジョン・ペルゼルの発案で、日本語をローマ字表記にしようとする計画が起こされた。当時東大助手だった、言語学者の柴田武氏は、民間情報教育局の指示によって、読み書き全国調査のスタッフに選ばれ、漢字テストの出題を任された。これは、 日本初の無作為抽出法の大規模な実施であり、当時統計数理研究所研究員の統計学者だった林が被験者のサンプリングを行った。ありがとうございます。